小枝ちゃんは1977年に発売されてから、その可愛いデザインと本能をくすぐるギミックで子供たちにずっと愛されてきました。今では親御さんとお子様2世代に親しまれるキャラクターとなっています。白梅学園大学学長、東京大学名誉教授の塩見俊之先生は次のように評しています。自然や緑を舞台にした小枝ちゃんの世界は、緑の森の優しい家族という幻想的なイメージを膨らませ、子供たちの温かく優しい気持ちを育みます。また小枝ちゃんシリーズのお家には曲線が多く使われています。実は自然界は全て曲線でできていて、それが本能的に安心感を与える要因となっています。その中で温かい家族のごっこ遊びができることにより、子供の生きる喜びを得たいという願いを形にしていると言えるでしょう。お家の方もぜひお子様と一緒に小枝ちゃんの世界をお楽しみください。